こうして目の覚めるような澄み渡った青空のもとに立つと、ロンドンでのあの日々がまるで嘘のようでございます。懐かしい異国の大帝都。あの方は、それは立派な弁護士になられました。今もきっと彼女の法廷で勇敢に戦っていると存じます。ご挨拶が遅くなって本当に申し訳ございません。帰国より慌ただしい日が続いたものでございますから。それに一体誰が想像したでしょうか。この国に戻ってからたった2ヶ月。今日はご報告に参りました。明日私は大審院の法廷に立ちます。一生にただ一度、弁護士として。どうかこのすさとに力を与えてくださいませ、カズマ様。
Thank you.
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 意義あり。
Thank you.
Bye.
待った。
Thank you.
Thank you.
Thank you.
こうしてかの英国留学生の事件は決着がついたのでございます。大師院に立ってほんの少し分かったような気がいたしました。なるほど様が異国の法廷で何に立ち向かっているのかを。今日はもう一つお知らせしたいことがあって筆を取りました。夏目漱石様がおっしゃった二つ目の事件。父は何も語りませんが、あの事件にはどうやら大きな謎を解く重要な鍵が眠っているようでございます。あの事件の記録はお部屋の棚の左隅に残しておきました。よろしければ振り返ってみてはいかがでしょうか。日本はいよいよ夏の盛り、今日も抜けるような青空でございます。なるほど様、もう一度お会いしたく存じます。スサッと。